米沢実の古典部シリーズ遠回りするひな。遠回りするひなは、2007年10月3日に、角川書店から刊行された、米沢実のの短編推理小説集。古典部シリーズ第4弾。古典部シリーズ初の短編集。2010年7月24日に、文庫版が発売。A 代は、リトルバーズキャンリメンバー。 古典部の高校1年1学期から春休みまでの1年間の出来事が描かれており、前作までは学内を舞台としていたが、本作では学園の外にまで活躍の幅を広げている。時系列順では、やるべきことなら手短に、滞在を犯すは評価の間の話であり、正体見たり、が、評価と愚者のエンドロールの間、心当たりのあるものは以降は、 クドリャフ化の順番以降となる。なお、著者は収録作を時系列順にすることで登場人物たちが互いに馴染み心を開いている様子をきちんと描けると意図しているが各短編の雑誌掲載時はあえて順番を入れ替えて発表している。2012年に放送された古典部シリーズのアニメ化作品評価では各一編が本編の一話分となっており シリーズを時系列順にするという構成から、くどりゃふかの順番までの長編のエピソードの間で放送された。初出、野生時代45号。アニメ版、第1話、伝統ある、古典部の再生。劇中の発言にある秘密クラブ、ジョローグモの会は、京極夏彦著、楽神父のリとアイザックアシモフ著、黒ゴケ雲の会が、元ネタとなっている。笹ぐ太郎が、 神山高校に入学し、古典部に入部してから約2週間が経過した4月頃。昨日済ませた宿題を家に忘れ、放課後教室に残って、再び宿題に手をつける。捧ぐ太郎は、里氏から一年女子が、ピアノそなた、月光を奏でるピアノの音が聞こえてきた。音楽室で、セーラー服で、乱れ髪のお化けと応募しき女生徒を見たという。 神山高校にもあった七不思議その2の話を聞かされる。その後、エルも話の場に加わったとき、話題は、神山高校にもあった七不思議その1の学校、非公認で、総務委員会も、実態をつかめない秘密クラブ、ウグモの会の、勧誘メモについて向けられた。エルが勧誘メモのありかに興味を示したのと同時に、 笹さ太郎とエル、サトシは勘誘メモ探しに手をつける。だが、この謎解きこそ、自身の、やるべきことなら手短にの心情を揺り動かすエルがいる、ことに対する笹さ太郎の答えでもあった。初出、野生時代41号。アニメ版、第6話6月頃の授業中、隣のクラスのエルが数学教師の尾道と、口論しているのを耳にした、笹さ太郎。 サトシとマヤハナのイザコザを発端に、エルの応用さと七つの滞在について話題画を呼んだ、放課後の物質で、ササグ太郎がオノミチとの一件についてエルに話題を、振ると、エルはその発端として、オノミチガエルのクラスで習っている班より先に授業を、進め、それに気づかないまま土合を上げたと詳細を語る。話を聞いた、ササグ太郎は、オノミチが、 なぜ授業範囲を間違えてしまったのかが気になるエルの頼みでその理由を試案することに。初出ザスニーカー2002年4月号アニメ版第7話雑誌掲載時のタイトルは影防止は独白する8月の夏休み評価事件解決の労をねぎらいたいとエルが温泉合宿を提案したことからマヤハナの親戚が経営する民宿 青山荘に泊まることになった古典部以降、夕食をとった後、温泉に入った捧ぐ太郎は湯あたりを起こし床に伏してしまう。その夜、階段に興じるエルたちは民宿の娘のリエから青山荘、本館7号室で客が首吊り自殺をし、それから7号室に泊まった客が部屋に浮かぶ影を目撃し、ついには、 死者も出たため七号室が使われなくなった話を聞かされる。その翌朝、エルとマヤハナが夜中に本館七号室の窓から首吊りの影を見たと言い出す事態が発生。笹ぐ太郎とエルは事態を知らないサトシやリエとの所要があるマヤハナを残し、影の正体を突き止めるため調査を開始。やがて真相にたどり着いた二人はその背景にあった人間模様をかいま見る。 初出、野生時代37号。アニメ版、第19話。ハリー・ケメル・マンチョ、9マイルは、遠すぎる、敵主向の短編で、第60回日本推理、作家協会小短編部門の候補作となった。11月1日、笹サ太郎とエル二人だけの物質内で、エルから様々な謎を解き明かした、推理力を称賛された、笹サ太郎 L の評価を侵害に思う笹ぐ太郎は、その見解を覆すため、一つの状況に簡単に推論をつけられるか検証を、するゲームをすることを提案する。その親先、教頭の柴崎が10月31日に、文具店、匠文堂で買い物をした心当たりのあるものを、職員室に呼びつける、校内放送が流れ、笹ぐ太郎と L は、 校内放送が行われた意図を推理することに。しかし、笹久太郎の推理は思わぬ、不穏な事態へと導かれていく。初出、野生時代43号。アニメ版、第20話。ジャック・フットレルチョ、13号独房の問題に、挑戦した、脱出劇となっている。正月、エルに誘われ、荒クスの木神社に、夜間の初詣に出かけた、笹久太郎。 神社を運営する十文字家に先端だけの名代として、年始の挨拶のため酒を送るエルの用事の後、巫女のバイトをしているマヤハナと顔を合わせた、笹久太郎とエルは、境内で振る舞う甘酒と、団子つゆ作りに追われる十文字家の娘、カホの手伝いを買って出て、蔵から酒かすを取ってきて欲しいと頼まれる。だが、蔵と間違いない屋に入った二人は、 通りすがりの酔っ払いに気づかれぬまま、入り口を、缶抜きで塞がれ閉じ込められてしまう。エルが妙台として来ている手前、ウジ子に助けられたら、納屋で二人きりの状況を勘ぐられ、荒の噂を立てられる可能性から大声で助けを、呼べず、救助を呼ぶ手段が非常に制限された中、捧ぐ太郎は納屋から出ようと策を講じていく。そして宝太郎。 L の SOS に気づくかは初詣に向かっていた、サトシにかかっていた。初出、野生時代39号。アニメ版21話。一年前の中学時代、カカオ豆から作らなければ、手作りチョコとは言えないという理屈で、サトシから、バレンタインチョコの受け取りを断られたマヤハナ。そして現在、マヤハナは、 手作りでカカオ豆から作れないということをサトシに理解させた上でバレンタインデーにサトシにチョコを受け取らせようとリベンジを決意する。一方、サトシと久しぶりにゲームセンターでロボット対戦ゲームをした笹ぐ太郎はかつて勝つことにこだわっていたサトシのプレイスタイルが変化していることに気づく。そしてバレンタインデー当日のみぞれが降る。 放課後、エルが物質を離れた隙に物質に置いていたマヤハナの手作りチョコが盗まれる事件が発生してしまう。笹ぐ太郎、エル、サトシは、マヤハナがこのことを知る前に、チョコの捜索を開始、古典部物質のある4階からの出入り口である2つの階段のうちの1つがワックスがかかって通れない中、もう一方の階段で、 ポスター張りの位置に悩む工作部員や古典部以外に4階にいた天文部から話を聞くが有力な情報は得られず結局マヤハ花の知るところとなってしまう自分が閉じまりをしていればと罪悪感を抱き強引にでもチョコを取り返そうとするエル。捧ぐ太郎はそんなエルを制止し犯人と話をつけてチョコを取り返すことを約束する そして犯人と対峙し、チョコを盗むために行った仕打ちを見抜いた、笹ぐ太郎は、犯人がチョコを盗まなければならなかった境中を知ることとなる。劇中で、笹ぐ太郎とサトシが対戦し、そこから笹ぐ太郎が、相手の内面の変化を読み解くことになる。ロボット対戦ゲームは、タイトル名こそ明言されていないものの、ゲームのルールや、 ゲームキャラクターの特徴が詳細に描写されており、その内容はセガが1998年に発売した電脳戦記バーチャロンオラトリオタングラムを想起させるものとなっている。テレビアニメ版21話の同じ場面ではその前作にあたる電脳戦記バーチャロンがセガによる協力のもとゲーム本編の映像とともに実名で登場した。同時期に出版された 月刊ニュータイプ2012年11月号では、テレビアニメ版の劇中で、笹久太郎が使用した、ゲームキャラクターにエルの姿を大きく描いた、カトキはじめによる通詞風のコラボレーションイラストも、掲載されている。書出、書き下ろし。アニメ版、第22話春休み、エルから行きひな祭りでおひな様役のエルの傘持ちの、代役を頼まれた、笹久太郎。 開催場所の水なし神社にやってきたが、社内では生きひな祭りの準備に追われる男衆たちの慌ただしく喧騒な雰囲気に包まれていた。そんな中、生きひな祭りのルートとして使用される長久橋が工事によって使えないことが判明する。事前に工事を止める連絡を先方にしたにもかかわらず、その後に工事の許可が下ろされる手違いが生じたことが原因だった。 超級郷以外の道順を模索する男衆たち。超級郷のある道をさらに下った先の縁路郷を通る案も出るが、男衆たちはなぜかその案を取るのに躊躇する。しかし、エルの鶴の一声で、縁路郷を通る許しが出たため、行き日の祭りは、無事に取り行われることとなった。しかし、ひな役のエルの十二単姿を見た、笹久太郎は戸惑い、縁路郷を渡り、 狂い咲きの桜の下を通るエルの後ろ姿を見つめながら自身の心情を揺るがすエルへの気持ちに気づいていく。祭りの後、先端打亭の縁側でエルはなぜ連絡の行き違いが生じたのか笹ぐ太郎に疑問をぶつける。それぞれ原因に思うところがあった、笹ぐ太郎とエルはその答えを確かめ合う。さらに、地域の主導的な立場の先端だけの娘として、 貢献できる道を進むために理系を選択したと語る。L に、笹具太郎は本心を語ろうとしたのに、それが言えず、マヤハナから、バレンタインチョコの受け取りを拒否した、サトシの心情を思い知るに至った。声は、テレビアニメ版、評価での担当声優。招待見たり飽きましておめでとう。手作りチョコレート事件と回りするひな。ありがとうございます。